皆さんこんにちは。日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年11月の17日、午前11時13分ほど、今14分に変わってるんですけども、大谷翔平選手へのメッセージで、MVP、満票で、獲得おめでとうございますと、いうことで、メッセージです。僕の体調とかも考慮して、途中から、試合を出るのを、やめたんだと思いますけども、あと何試合出ていたらホームラン、例えば50本以上打てたんじゃないかなとか、ピッチングうまくはまれば、15勝以上できてたんじゃないかとか、いろいろあるとは思いますけどね。MVP、満票一致っていうものを、大リーグ史上初で、2回、満票一致っていうのはね、史上初なので、獲得できたことが、喜ばしかったと、思っています。今年本塁打80本っていうのを目標に掲げていたんですけども、それを、翔平とあと他の日本人選手とかで分け合うような形になった。で、ヌートバー選手は途中でね、その辺のところヌートバー選手の件ちょっと突っ込むようなことを言って、で、ヌートバー選手、バレッタの方向で、代わりに打率が上がってると。昨年と比べてね。そういうような形ですね。バレんようにホームランの数は昨年と同じ12本になってるっていう。だからそれが人間の神がかり的な力での差配ではないとは思いますよ。もともと人間の喋ってる音声かもしくはプログラム打ちで、そういうふうなものがあるのかもしれませんけども、バレた時にね、変化するっていう形で、それで、物事をごまかすっていうね。それは僕は好きじゃない。僕の喋ってる言葉とかの内容で、打率が上がる方向でチェンジされたのかもしれないですし、基本的には、打率の高い人で、選球眼がしっかりしてる人で、打順を組んだ方が、得点能力があるんですよ。ホームランはね、700打席入って、200本打てばすごい方なんですね。毎年安定して打ってくれたら。かなりすごい方ですね。数字的にも安定した人たちが1番から、9番までずらりと並ぶと、絶対的にある程度得点できるはずなんですよ。それも結構な得点。あとは守備陣がしっかり守って、ゲッツー積み上げて、ダブルプレイですね。場合によってはトリプルプレイで、ピッチャー中継ぎを抑え、しっかり抑えると。だからそういうふうな確立した野球ですね。だから翔平なんか、よく僕の言ってる内容っていうのを深く理解してくれてるから、バントもできますし、だから足速いから、ああいうふうな有効なバントっていうものが、できると。状況的に出来上がってると。相手の守備位置からして。あとは今年の翔平ですごく良かったところは、打率3割超えての、ホームランを獲得ですから、僕はシーズン途中の頃の、6月終わったぐらいのペース、それぐらいの頃のペース換算でいくと、55本以上は、打てると。60本以上かなっていうところだったんですけども、負担とかもかなり大きくて、気を利かせてくれて、出場、見合わせたというような形で、チームの順位にもよると思うんですけども、途中でね、その、
トリプルスリーも狙ったらいいだとか、まあそういうようなことをね、僕は考えたりもしましたけども、あとは盗塁数だけだったじゃないですか。まあ打率が大体3割ちょっとで、ホームランがもう、40本、以上打ってると。で、盗塁が22ぐらいだったから、1試合でね、その4盗塁できるときはできるから、まあ状況とかもいろいろ必要にはなってくるかと思うんですけども、1試合もし4盗塁できていたら、あと盗塁4つだけでしょ。だから残りの試合出ていれば、自然とそれぐらいの4盗塁ぐらいはできてるはずだから、だからまあトリプルスリーも本当は射程圏内であった。ピッチャーでホームラン王でトリプルスリー。だ、そこで僕がどれぐらい踏ん張りきれるかっていう部分もあったんでしょうけども、まあ、阪神タイガースの勝利にこだわってましたからね。まあまあ。まあ、チームとしてはね、エンゼルスの皆さんには、まあ、順位としては、残念な結果となってしまいましたけども、まあ、そこはね、まだワールドシリーズ優勝したことのないレンジャーズが、しっかりと、ワールドシリーズ優勝できたっていうところでね、まあ、皆さん、喜びを分かち合っていただけたらなと思います。もうそれ考えたら、来年、翔平が日本に戻ってこないでアメリカに残るっていうことであるのであれば、まあ、マリナーズかな、とも思うんですけども、ただ来年僕はそこまで試合に対応できるのかどうかとか、まあそういったことも、あると思いますね。現地の人たちが協力してくれたら、まあ、だいぶ話変わってくると思うんですけども。まあ、今シーズンは大変でしたね。ヴィッセル神戸サッカーの方の、優勝もちろん狙ってますし、まあ、公表もしてます。今年優勝したら、まあ、当分優勝はありませんと。法のもとに平等、優勝回数をちゃんと揃える。そしてサッカー界は12球団、2リーグ制。そうじゃないと集客力なんか絶対出せない。で、まあこれはプロ野球界も同じなんですけども、南の方から北に向かって巡業。顧客をしっかりと獲得すること。財布の中身は決まってるから、ある程度その期間限定でこっからこの期間はこの都道府県で試合がありますよっていうことであれば、お客さんは来てくれやすい。で、仕事を降りた人とかからしたら、その年金暮らしの方とかで、その一日中テレビっていうのを、これも無理のある話でね、自分の都道府県に来てくれたんだっていうことで、まあ、試合見に行こうかと。テレビばっかり見ていても目がっていう部分があるので、目が悪くなってしまってもあれなんでっていうことでね。だからまあ、そういうふうな形で大リーグも動いていただけたらなと思います。それで選手の負担も、減りますし、エネルギーの残存量問題の、負担も減ると。まあ、こういったところでね、皆さん、工夫していただけたらなと思います。まあ、あとは、翔平が来シーズンどうするか、まあ、チームと話し合って、もしかしたらリーグというような形になるかもしれませんけど、まあ最終的には、自分の判断っていうところが大きな、要因になってくるかと思いますけども。まあ僕個人的な意見としては、日本に帰ってきてね、嫁さん、早く探して、決めて結婚して、でしなかったら翔平ももう29歳でしょう。もう30手前ですからね。もう人生後がなくなってきてるんでね。その辺のところ。自分の人生をしっかりと幸せなものにする方がね、後々その後悔とか悔いは残らないっていうことになってくるんでね。僕個人的には翔平にはそう思ってます。だからどうしても、その会社の金銭的な事情とかあって、その日本ハムが2つ目のドーム球場を作ってしまったせいで、まだまだ翔平が、頑張らなきゃならないっていう状況であるのであれば、
いろいろ状況を一致させるとマリナーズかなっていうところもあるんはありますね。その、うん、ワールドシリーズ優勝したことないチームということになると。であと条件、西海岸。そうじゃなかった時間的にっていうところでね。まあその辺のところはね、あのお金の流れは書類見なかったらわからないですからね。あのテレビ出てる人たちもそこまで見ないで大まかなところでものを言ってるだけですから。まあ今年はね、良い一年で過ごせたんじゃないかなと思います。そういう部分ではね、おめでとうと。笑顔でしっかりと、もう 今もね、もう今日もよく見たら日程で侍ジャパンの試合があって、まあ、昨日ゴルフは松山英樹選手が1位で、まあ、昨日もね、その遊んでない状態で、その日1日頑張って、まあ、ホームページは YK スケンで昨日1番見てもらったら、その日1日どういう風に過ごしてきたかっていうのが分かると思うんですけども、まあ、サッカーの試合、テレビ見ながら勝ち負けに取り組んでいて、まあ、試合終わった後メッセージを、撮影していて、で21時15分ぐらいで、まあ、これぐらいの時間帯だったら野球終わってるだろうっていうことでね、その後、うん、まあちょっと遊んだりだとか、ルール法律なんでね、1年間の労働時間は2500時間が最上限とされていて、1月の、上限労働時間は220時間。コンピューターがどういうふうに計算してるかも僕には分からないから、うん、その辺のところいろいろ考えながら対応してるつもりです。それでは、まあ、大谷翔平や関係者の皆さんへ、今年1年、皆さんお疲れ様でした。MVP、2度目の MVP、おめでとうございます。あとは翔平、自分の人生、しっかりと悔い残らないように、どういうふうに、選択するか、自分で選んでください。僕からの、まあ、意見というか、アドバイスというか、そういったものは先ほど述べた通りです。以上です。